こんにちは、ワッタンです。今回は白内障の手術に、手術後に驚いたこと6選をお送りしたいと思います。まず一つ目です。こちらです。見えるっていう、もうポジティブな印象が最初でしたね。手術後にこう眼帯を外して目を開けて目薬をさして、もう眼帯が外れる時ですね、見えるっていうふうに思いましたですね。この感激はありました。はい、次二つ目がこちらです。目赤って思いましたですね。手術直後真っ赤っかなんですね。まあ、人にもよるし手術方式にもよると思うんですが、特に縫い付けをした2時間ぐらいかけた手術の時はもう色紙の赤をペタッと貼ったような感じの赤でしたね。ちょろちょろっていう赤じゃなかったですね。充血なんてものじゃなかったですね。まあだんだん見る見る見るこう良くなってくるんですけれどもね。まあ普通の白内障手術でも、ある程度のこう充血はね、心づもりをしておいた方がいいのかなと思いました。次にこちらです。夏に手術するんじゃなかったなっていうふうなのを感じましたですね。っていうのはやっぱり風呂とかですね、シャワーとか洗顔がしばらく禁止なんですね。なので、特に風呂は長く禁止、まあ、1週間ぐらいだったかな、2週間ぐらいだったかな。でシャワーはまあいいんだけど、途中からいいんだけど、まあ、顔はダメですよとか、洗顔は最初の3日間はダメですとか、なんかそんな手術式にもよるみたいですけれども、なのでそうするとやっぱ汗とか汚れとか髪の毛、特にシャンプーですね、こういうのがねしばらくこうなかなかできなかったりする。そうするとね、夏ってやっぱり汗かいたりとかねするじゃないですか。そうするとこれはやっぱ夏っていうのはどうなのかな。まあでも夏にもできますけどね。まあちょっと夏はちょっとできればずらした方が良かったかなっていうのはちょっと感じました。次にこちらです。元々の人間の目ってすごかったんだっていうのを感じましたですね。私の場合多焦点レンズだったので、単焦点レンズじゃなかったので、多焦点レンズってコントラストがちょっと落ちるとか画質が少し落ちるっていうのがちょっとあるんですね。で遠くも近くも見えるんだけど、本当の元気な時の目って遠くも近くもこの真ん中ぐらいも、ちょっと真ん中より近寄りとかもで目の前も全部こう自分の目ってコントロールできるんですね、この焦点が。だけど単焦点って一つだけだし、で多焦点って言っても遠くと近くとか、最近真ん中とかがね3焦点とか4焦点で出てきてますけど、自分の目って全部コントロールできるんですね、これね。遠くから近くまで全部元気な時の目っていうのは、だそういう最高の画質で 8K でもっとかもしれませんが、その画質で全部コントロールできて、画質も素晴らしい、コントラストも素晴らしいっていうことを考えた時に、本当の人間の元々の人間の目っていうのはもうパーフェクトなんだったんだな、すごかったんだなっていうのを逆にこう感じましたですね。次にこちらです。飛蚊症が出たんですね。飛蚊症っていうのはもうその名の通り、蚊がこう飛んでるように見える、白いクズみたいなものとか、私の場合黒い点みたいなものがこういっぱい出るようになったんですけど、もともと人間ってホコリみたいなのがこうよく見てると、ホコリみたいなのがこう浮かんだりとか動いたりする時があるんですね。私も小さい時多少あったんですが、黒い点が浮かぶっていうのはなかったんですけど、手術後に出てきたんですね。でまあ、飛蚊症っていうのは、まあ、病気というよりも、まあ、白髪が生えるようなそういうような感じにだというふうに解釈されているみたいで、まあ、網膜剥離とかがなければ問題はないということで、自然な飛蚊症っていうのは誰にでも少しはありますよということだったんですけど、明らかに手術後にこうブワーッと見えたんで、まあ、白内障の時にはその白く濁っているのでそれが目立たなかったなんて言いますけど、明らかに黒い点だったりとかしたんで、やっぱり後で調べたんですけど、出血が多かった場合にそういうのが見られるそうですね。で出血とかそういうものがあった時に、でなかなか治らないそうです。である程度吸収されることもあるそうなんですけど、なので、手術後にちょっと気をつけたいなっていうのは、見え方の中で飛蚊症があるかどうかに関しては、手術前にですね、飛蚊症が心配なのでってことはお医者さんに言って、ちょっと丁寧にね、しっかり丁寧にこう気をつけて手術してもらうように言うのはいいのかなと思います。飛蚊症は怖いですと、多少見えるのでこれが悪化するっていう話を聞いたことがあるので、よろしくお願いしますみたいなこういうことは言ってもいいかもしれませんね。最後にこちらです。目薬が多い
もう3種類4種類の目薬を1日4回、しかもそれは2ヶ月3ヶ月って続けなければいけない。まあ最近は1ヶ月で終わりかもしれませんけど、私がいた時はまあ大手術ってこともあったので、2ヶ月3ヶ月って4種類3種類っていう目薬を1日4回も刺すので、仕事中もこう刺したりとかね、昼刺して夕方刺して夜刺してっていう感じだったんで、10種類多くてどれがどれだったか分かんなくなっちゃったりとかねして、するので、まあそれちゃんと刺さないと術後炎症とかね、怖いですから、バイ菌が入ったりとかすると危ないので、まあしっかり刺しましたけれども、両目ねやらなければいけませんし、私6回も手術したので、もうほぼ1年中刺してたなっていうような年がありましたですね。なのでとにかく目薬が多いっていうのはちょっとびっくりしました。で、白内障の手術後に驚いたこと6選ということでお送りしたんですが、ついついやっぱり手術した後にね、こうメガネをしてたもんですから、メガネって朝起きた時とか探しちゃうんです。あ、そうだ、見えるんだったとかつってね、そんなことがありましたけれども、まあ、手術をして、最終的にはもちろん良かったなというふうには感じています。ありがとうございました。